小村雄大は東京都武蔵野市出身のサッカー選手。ポジションは MF。2014年、順天堂大学卒業後、横川武蔵野 FC に入団。ルーキーながらリーグ戦9試合に出場し、4得点を記録。その後、2015年1月より、プロコンバインを経て、アメリカ合衆国とカナダによって構成される、プロサッカーリーグである。 ユナイテッドサッカーリーグのリッチモンドキッカーズに移籍2016年シーズンはリーグ戦28試合に出場し10得点とチームの主軸として活躍。プレーオフ1試合出場。カップ戦1試合出場1得点。2018年通算記録90試合15得点。2020年より横浜ハーディーズに入団。チームのキャプテンを務める。所属クラブ得点だけでなく、 攻撃の中心として、チームメイトの強みを引き出すことやチームの中心で、長短のパスから攻撃を組み立て、ゴールへのアイデアを豊富に繰り出すことを得意としている。プレースキッカーとしての役割も特徴の一つであり、コーナーキックやフリーキックから味方に質の高いボールを供給する。大学時代では1年生から試合に出場する実力の持ち主であった。 大学での活躍はあったものの、卒業時に J リーグのクラブとの契約を勝ち取るだけのアピールはできなかった。プロを目指してプレーすることを諦めなかった井村選手は2014年に JFL 所属の横川、武蔵野 FC に入団し、サッカーを続けることを決断。知人から得た、米国のプロサッカーに関する情報から次第に興味を持ち飛べ。 リッチモンドキッカーズのトライアウトを受け見事契約を勝ち取る。最初に渡米した際には言葉の壁にぶつかるも持ち前のキャラクターと性格でチームメイトに積極的に話しかけ次第に順応していった。井村選手のインタビュー記事ではスポーツ選手のキャリアはいつ終わるかわからないとも述べられておりサッカー選手からピボットしたキャリアに関して続けてこう述べている。 僕は米国に来て、今までとは違う環境に置かれたことで、英語も含めて、これからの人生につながるような経験や学びを、たくさんできています。将来はそれを活かせる仕事がしたいと思っています。2015から16年シーズンは、異国のサッカーになれることに苦労し、異なる環境でプレーすることの難しさに思い悩む時期も少なくなかった。しかし、言葉の習得、 食生活を見直し、身につけるものを自然素材に変えるなど工夫を繰り返す、努力を重ねる。その結果、ルーキーイヤーながら2015年は15試合に出場。翌年の2016年には、去年の苦しみをバネにするかのような活躍を、店カップ戦なども含め30試合に出場し11ゴールを上げ、チームを牽引した。2017年、 2018年は両シーズンともに20試合以上に出場し、チームに貢献し続けている。ありがとうございます。